おはようございます。おはようございます。ニビアのですね、はい、ニビアをシュークリームの中に入れて、はい、食べてる動画があったんですけど。あ、はい、あの動画についてのお問い合わせでございますでしょうか。はい、あ、かしこまりました。はい、お声の、あ、あの、お花、お客様の、あの、お話をお受けたまりしますので、お話しいただいても大丈夫でございます。担当の方とかいらっしゃるんですか。あの私にお話を伺いさせていただきますが、動画についてのお話ということでございますか。はい、あ、かしこまりました。私お話を伺いいたします。あれは、はい、どういうものなんですか。あの私どもでも、私どもがおすすめしてそのようなことは出してはいないことでございまして。誰がじゃあおすすめしてるんですか。あ、何もおすすめはしておりません。あ、何か申し訳ございません。今お話しいただいた内容をもう一度お話しいただけませんでしょうか。これは食べて大丈夫なんですか。あ、もちろんこちらは食べる商品ではございません。じゃあ食べちゃダメなんですか。もちろんでございます。食べてしまいますと、お腹が緩くなってしまったり、そのような症状ございますので。どうしてこのような動画がというところは、私どもでも今の詳細を確認しているところでございます。 YouTuber とコラボをしているということは、メーカーさんの方で認めたということですか。メーカーさんの方では認めてないんですか。もちろんでございます。認めてないのは勝手に一人歩きして動画でシュークリームの中に、はい、ニビアを入れて食べてる、はい、ということなんですか。さようでございます。私どもも大変驚いております。こういうことをですね、はい、やってる方は何人ぐらいいるんですか。私どもでは詳細の方は確認しておりませんので分かりかねます。YouTuber のですねチャンネルはお子様が多いんですよ。もしもし聞かれてます。お子様が多いんです。あ、 YouTuber お子様がご覧になられるということで。いや、多いんです。はい、はい、それで子供さんがですね、はい、いい大人がやってるんでね、はい、いいことだと思って、はい、真似をする危険性もあるんですよ。はい、真似をしてね、喉に詰まらせたりとか、はい、そういうことも可能性としてあるんですよ。はい、そういうことについてのお考えはどうですか。お客様、私どもをこの今回のニベアクリームのシュークリームについての動画には一切関与はしておりません。もちろん動画が掲載されていることは関係部署に申し伝えまして、ご意見として。もしもし、はい、誰が見ても不適切な動画なんですよ。私どもも大変驚いております。そういうものがですね、はい、上がったら削除するということはやらないんですか。もちろん動画がされていることは関係部署に伝えまして、そこから先は部署の方で対応の方は考えてはおりますが。担当部署ではどこなんですか。それは申し訳ございません。何を申し訳ないんですか。もちろん関係部門がございますので、はい、そのようなことご連絡が入った旨のことももちろん伝えまして、はい、今回の件で、はい、小さなお子さんがですね、はい、真似をして、はい、ニビアが喉に詰まるというようなことも考えられなくはないんですよ。さようでございますね。そうした時に、はい、花王さんとしては責任を取られる所存ですか。こちらにつきましては、こちらの動画の方には私ども顔は関わってはありませんので、ただご相談
には対処の方法などはご説明をさせていただいて、速やかに医師の診察を受けていただくようにお伝えしたいと思っております。ご相談が入れば対処します。ご相談ってどういうことなんですか？お客様から食べてしまってというご相談が入ったということでございますが、成分はどんなものが入ってるんですか？あれは申し訳ございません。何が申し訳ない？につきましては、私どもの花王のホームページに商品のそれぞれの商品のものを見ていて掲載しております。そちらの方に全成分は掲載させていただいております。はい、あの動画はね、はい、もう160万再生入ってるんですよ。まあそれだけに人気があるんでしょうね。160万も入ってるんですから、早くね、はい、削除するなら削除しないと取り返しがつかないことになりますよ。はい、お客様のご意見はしっかりと関係部門に伝えてまいります。なんかすっきりしないな。いつ頃からお宅の方で把握されてるんですか？昨日から把握はしております。的には、はい、何かあった場合は私も知りませんという形になるわけですね。今のお話ですと、つきましては、一切動画には私の顔は関わって関与しておりませんので、うん、動画が掲載されていることは先ほどもお話しさせていただいている通り、関連部門の方にしっかりと申し伝えてまいります。ないって言っても花王さんの名前入ってるじゃないですか、商品に入ってますよね。花王では商品の方は入っておりますけれども、ご意見として製造元となる名前に入ってますよね。そういうのって名前が入ってても知らないって言っちゃったらいいんですか？そのようなことではございませんが、私どうも知りませんので、今回につきましては、はい、動画には関与していないことは ご理解いただければと思います。ただお客様がおっしゃってる160万回も再生があって、お子様も見る動画だということのご意見、しっかりと早急に関連部門には伝えてまいりたいと思います。お前らなんであんな動画出したんだよ。そう言わなくても企業に迷惑かけてるぞ。レベペレ、お前らこの間ドボン、ボン伝えたばっかりだけど。はじめ、お前は昔に、この件で、炎上してるだろ。企業はもうな、嫌がってんだよ。速やかに、その動画、消せれトップユーチューバーの二人がやることじゃねえだろう。レベルに関しては反省してねえだろう。しっかり反省しろよー。